はい、皆さんこんにちは、こんばんは、この虫でございます。今回はですね、検証をちょっとしてみたいと思います。どれくらい変化したかなというのを、それをちょっとそのまま配信にしてしまおうと思いまして、今回は制作させていただきました。まだの方チャンネル登録よろしくお願いします。対象となる配信はですね、第1回ちょっと待った配信と第2回ちょっと待った配信、この二つで現在は変化してるのかなっていうのをですね、見てみましょうというちょっと配信をさせていただきます。今から本当2ヶ月ちょっと前になるのかな。まずちょっとこれを見ていただきたいんですけど、これがですね、7月21日第1回で配信した一コマなんですけども、これカードがですね、ブルーの探索っていうこのカードなんですね。第1回ちょっと待った配信自体の動画は2020年6月6日に出していたショップさんの買取表と、その時7月21日のを比較してるんですね。今ご覧いただいているのが、2年前のその6月26日は1300円だったブルーの探索が7月21日の段階で2万8000円まで高騰してますよっていう動画だったんですよ。で、その動画から2ヶ月経った今どうなってるかっていう話なんですけども、このブルーの探索、現在ですね、4万円の買取になってるんですね。1300円から2万8000円になって、たった2ヶ月で4万円、いわゆる1万2000円プラスになったと。2ヶ月で1万2000円高騰したというのがこのブルーの探索となりますね。という形でちょっとふといくつか見ていきたいと思いますので、ご興味のある方はぜひね、最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、それでは次行きましょう。こちらがですね、エリカのおもてなしの一コマですね。2020年6月6日は1300円の買い取りだったんですよ。その1300円が7月21日は4万8000円買い取りになってるんですよっていう動画でした。で、そこから2ヶ月経った今、このエリカのおもてなしですね、買い取り額今9万円になってるんですね。たった2ヶ月で4万2000円高騰したということになります。すげえな。すげえな。そういうことだよな。すごいですよね。まあ、いや、ちょっと、このままじゃあ続いていきましょう。次こちらです。シールドマリーでございます。まあね、これね、ちょっとごめんなさいね。比較対象にしやすいので、どうしても出してしまうんですけども、2年前の6月26日はですね、2500円だったんですよ、これ。2500円買取だったのが、7月21日は7万円まで上がってるんですよっていう動画だったんですね。2ヶ月経った今はですね、いくらで取引されているかっていうと、最高額今13万円で買い取りしようと言ってるショップさんがいるんですよ。2ヶ月でプラス6万円になりました。こういう額になってくるとちょっともうよくわかんないですね。なんか2ヶ月間週1のバイトに入ったなんかお給料みたいな感じですね。6万円ってなってくるとね、持ってるだけで高騰したっていうことになりますね。という感じでちょっとまた続いていきましょう。次こちらです。アルセウス&ディアルグ&パルキアのスペシャルアートでございます。2年前の6月6日は2500円の買取でした。7月21日は2万7000円の買取なんですよという動画を上げていたんですけども、現在、3万5000円の取引になっています。こちらは、2ヶ月で8000円高騰しました。続いていきましょう。次はこちらです。ミュウミュウですね。のスペシャルアートです。2年前の6月6日、1500円の買い取りでした。7月21日の段階で2万8000円になってましたよという動画だったんですけども、現在10月2日、3万6000円買い取りで出しているショップさんがいます。ということで、こちらも2ヶ月で8000円の高騰をしております。はい、では次行きましょう。こちらです。サーナイト&ニーフィアのスペシャルアートです。2年前6月6日、1200円でした、これ。1200円買取だったのが、7月21日の段階で2万円に高騰してますよっていう動画だったんですけども、今現在10月2日はですね、2万8000円となっております。ですので、こちらも高騰8000円となりますね。2ヶ月間で8000円高騰という形になります。はい、では続いていきましょう。こちらです。これ、レシラム&リザードンのスペシャルアートですね。こちらも、2年前の6月6日、1200円買取のカードでした。これが、第2回の対象になっているので、7月23日の段階では、2万7000円の、買取額になっておりました。それが現在、10月2日はですね、3万7000円の買取額となっています。ということで、こちらは2ヶ月で1万円高騰いたしました。はい、続いていきましょう。こちらです。ピカチュウ&ゼクロムのスペシャルアートです。こちらが、2年前6月6日、1500円買取額だったと思うんですけども、7月23日、3万円の買取になってますよという動画でした。で、現在、10月2日の買取額は今4万3000円をつけているショップさんがございます。2ヶ月で1万3000円高騰しました。
はい。で、次が、ラストとなります。こちらです。はい。メイ SR ですね。2年前6月6日、このメイはですね、1000円だったんですね。買取額。1000円で出てたところが、2ヶ月前の7月23日、4万円まで上がったんですよ、という動画を配信させていただきました。で、10月2日現在はですね、買取額9万円になっております。2ヶ月間で5万円報道したことになります。ポケモンカードのその高騰がやばいよっていうその情報っていうのはたくさんあるとは思うんですけども、実際にね、こうやって自分で配信したものをちょっとどうしても比較してみたくてやってみたんですね。で、今回のミソというのがですね、2ヶ月前に私配信した価格が、たった2ヶ月でこんなに上がっちゃったんですよっていうのが、私自身も見たかったし、それを配信にしたかったっていうのが、今回の動画の狙いなんですね。シールドマニーはたった2ヶ月で6万円高騰、メイは5万円高騰、エリカのおもてなしは4万2000円高騰です。他にもたくさんあるんですよ。あるんですけども、私自身の自分で配信したカードからピックアップさせていただいて、今まとめてるんですね。今回は、第1回に配信したものと第2回に配信したものから抽出したカードを今紹介してるんですけども、またこれ第3回第4回に紹介したそのカードをまたちょっと検証してみて、今現在だといくらになってるんだろうっていうのをやってみたいなと思います。動画をちょっと配信するにつれ、どのように高騰していったのかっていうのがちょっと見えてくるかなと思いましたので、この高騰が収まらない限りこういった形で検証していこうかなと思っておりますので、これを見てですね、参考になるなという方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録、それから高評価、ツイッターのフォローなどいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それでは、次の動画でまたお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。